確かに酔っ払っててベロベロだったけど、くるみとはキスしたりしたけど、他の女にそういう目で一切俺、一切そんなことしなかったよ。誰に？してねえよ。それってか、まあ言うだ、もう。今もう、それどころじゃないだろう。だよな。どうしたの？いや、もういいよ。別れるらしいから、いいよ。いや、もういいさって言われたんだから、もう。酔っ払ってんな、お前。もういいよ、そういうのじゃ、俺真剣に付き合ってたんだけど。俺がすぐ住めるからダメなんだよ。おやすみや。みちょに電話したんだけど。花火ありがとう。今日配信してるじゃん。もう見つかんないや。言わないよ。これが永久を試みするよってなったのか。もう一回ちゃんと。はい。じゃあ、見つけとくから。何？今言ったじゃん、お前が。別れるって。見つけるから絶見つけたからだ。対。二人じゃ謝ってくれる？何？なんじゃないの？ないよ。俺が座ってる時にあいつが立ってさ、そういう見方したスクショかなんだが出回っただけじゃないの？リスナーも探してよ。本当にやってたじゃん。やってたから何なんだよね。やってた。その時私コメントもしたし、本当に嫌だってコメントしたんで。それなんでお前今更ぶり返してんの？関係あるお前最近の喧嘩と。良くないわけ？え、なんでそれを今ぶり返してるの？
話関係あるの？だから何回も謝った。ごめんなさい、本当にオフパコしようねっで、なて。んでそういうものをぶっ壊して叩いてるの？東京の中に。だからごめんねって、本当申し訳で、でもない。その状況の中で、なんで俺のアドバイスで、どうネタに人を叩いてるんですだか、から今。自分がやってないって言うからじゃん。え、だから、流れ的になんでそのところを叩いてるの？やって V にない対っして。て。攻撃してこなくてもな。やればいいと思ってたんだったら、その時に言うかしてさ、なんで今さら。だって私その場にいなかったし。この場にいなかったじゃなくて、その後に終わった後も仲良くしてたんじゃないの、お疲れ様。なんか繰り返すんだよ。自分がね、花火もらった人に今度おふたとしようねっていう発言をして、それを一方的に言われたことに、ね、言われたことに関してやり返してるだけじゃん、お前。お前が本来別にしたかったわけじゃないでしょ。いや、それを言うなら、じゃあ、ゼロマンは何してもよくて、私は何してもダメってことになっちゃうよ。今になるってそれさ。疲れが今疲になって。れ。今になって騒ぎ始めたんだ。それをじゃあ。なんでやってないっていうの？だってそんなことやってないの？それにその顔の位置が近づいたことがあったかもしれないよ、なんかの拍子に。自分の意思で、お前の言い方がムカつくんだよ。俺がね、テーブルのマンコに顔をわざと好意的に近づけるとか、そういうわけねえじゃん、こんな気持ち悪いこと。してないから。